157丁目駅は、ニューヨーク市地下鉄、IRT ブロードウェイ -7 番外線の駅で、ある。マンハッタンクワシントンハイツのブロードウェイと、西157丁目の交差点に位置し、1系統が、終日停車する。駅は1904年10月27日、マンハッタン本線のシティホール駅から145丁目駅間が、 開通した際、すでに駅構造の大部分は完成していたが、校内各所の塗装などの作業が終了しておらず、旅客営業を行える状態ではなかった。しかし、線路自体は当駅までつながっていたため、駅近隣に位置するポログラウンズで、イエール大学対コロンビア大学のフットボールの試合が開催された際には、観客の輸送のために臨時で当駅まで、 列車の運行区間を延長していた。この例外を除き旅客列車はすべて南隣の145丁目駅をターミナル駅としていた。駅が正式に開業したのはシティホール駅から145丁目駅間、開通16日後の1904年11月12日のことであった。開業後はレノックスアベニュー線非直通列車のターミナル駅となった。また、この当時は ターミナル駅のため駅南側に分岐器が設置されていた。その後、1906年3月12日にブロードウェイマイナス7番外線は221丁目駅まで延伸された。延伸開業当初は当駅を境に南北で運転系統が分断されており、当駅を越えて列車に乗車する場合は必ず当駅にて乗り換えを行う必要があった。この状態は しばらくの間続いたが、1906年5月30日より、本線急行列車が、全列車運転区間を221丁目駅まで延長。これに伴い、当駅221丁目駅間のシャトル列車は、廃止され、当駅を越えて乗車する場合も乗り換えを行う、必要がなくなった。1948年4月6日、103丁目駅、ダイクマンストリート駅間の各駅で、 ホーム有効長の延長が行われた。以前は6両編成までの入線に対応していたが、延長工事により10両編成の列車の入線に対応できるようになった。ただし、125丁目駅のみ2ヶ月後の1948年6月11日に延長が行われている。駅は相対式ホーム2面と線路2線を有した2面2線の地下駅で、ホームは IRT 基準よりも狭い幅となっている。ホーム壁面には157と描かれたカルトユーシと 157THST と書かれた駅名標、出口方向を示した看板があり、ホーム上に等間隔に立つ白い柱には黒で157と書かれている。駅は南北ホーム中央にそれぞれ独立して改札口が存在しており、 ホーム間連絡通路は設置されていない。どちらの改札口も終日有人で回転式改札機と切符売り場、地上への階段が2つずつある。北港ホーム側からはブロードウェイと西157丁目の交差点南東に南港ホーム側からは同交差点北西に出ることができる。ありがとうございます。